Hello everyone and welcome back to the channel. So we are going to be continuing with Attack on Titan Season 2. Today we are going to be looking at episode 33 or episode 8. Let's check it out together. Hunters. Trust. Pixies. Pixies, Shire. Wake up. ここで寝たら体壊しますよ。いつの間にこんなに飲んで。もうお年なんですから。私は司令のおしめのお世話するなんて嫌ですよ。美女に世話してもらえるのなら望むところじゃ。して状況は。第一第二防衛線に巨人が現れなくなってから索敵を送っているのですが、それでもほとんど巨人を見つけられなくなったそうです。壁沿いを走ったハンネスたちの先遣隊が無事であれば帰り着くのはもうじきかな。もしこの時間に着くのならちょうどクロルバクとの中間で引き返したことになるが、その場合はやはり巨人との遭遇も少なかったんじゃろう。壁に穴が開いていたのならそうはいかんじゃろうからな。ピクシスル。おう、エルヴィンか。例のネズミっ子を一匹捕らえたらしいの。ええ、しかしあと一歩及びませんでした。だがあれで中央の連中は考えるであろうぞ。浮力再監修と心中する覚悟が自分にあるのかもな。ええ、そのようです。見てください。ついに憲兵団はこの巨人のいる領域まで引きずり下ろすことが叶いました。しかし巨人が見当たらないとはな。本当にいないんですか？みたいだな。妙に静かだと思ったよ。じゃーん。あいつら生きてっかな。おいおい、異常時だと聞いてきてみれ。ああ、ずいぶんのんびりしてるじゃないか。ああ、リヴァイ、俺らの獲物はどこだ？なんだ、お前ら随分と残念そうじゃないか。悪いな。お目当ての巨人と合わせられなくて。今回のところはまあ残念だったかもしれんが、壁外調査の機会はいくらでもある。これからは力を合わせて巨人に立ち向かおうじゃないか。まあ、あれだ、俺たちにも内地の仕事が。先遣隊が帰ってきたぞ。ピクシス司令に伝えろ。そうか、壁に穴などの異常はなかったんじゃな。はい、やはりの。
変な事態になりました。我々はトロス族に報告に向かう機路でハンジ分隊長を率いる調査兵団と遭遇しました。その中に装備をつけていない104機の新兵が数名いたのですが、その中の3名の正体は巨人でした。は？何言ってんだあんた。あいつらの中にまだ3人って誰が。そのじゃあ待つんだ。正体が判明してどうなった。調査兵団は超大型巨人鎧の巨人と交戦。我々がその戦いに加わった後すぐに決着が。時間は経ってる。誰かその後を追っているの。いや、どうして。もうあちら側に運べないからだ。エレンを取り戻すには馬をあちら側に移すリフトがここに来るのを待つしかない。ミカサはそれに備えてくれ。ハンジ分隊長や他の上官が重傷で動けないでいる。小規模でも索敵陣形を作るには一人でも多くの人手が必要なんだ。手だれは特に。分かったかい。頭を強くぶつけたようだけど大丈夫。でもエレンが兄にさらわれた時私はすぐに追いかけリヴァイ兵長と戦ってやっとそれでようやく取り戻せた。でも5時間も経った後でも私たちから遠くに行くんだろう。そういえばそうだね。エレンは昔から一人で突っ走っていくんだ。僕らを置いてきっとそういう星の下に生まれついたんだよ。エレンはただそばにいるだけでいいのに。それだけなのに。ミカサ、気がついたのか。腹減っただろう。ほら、アルミ。まあ、いつもの野戦糧食しかねえが。来た。おい、俺は。エルヴィン団長。どうもんだ、エルヴィン。
君には残ってほしいんだけど。何度も言ってるけど、それは無理。ユミルがさらわれたのに、ここで待つなんてできない。二人には分かるはずでしょ。クリスタの言う通りだぜ、アルミ。俺たちには、奴らを追いかける理由が多すぎだろう。俺はまだ信じられねえからよ。ライナー、ベルトルドも敵だったなんて。奴らの口から直接聞くまでは。エルヴィン団長、間に合ったのですね。状況は変わりないか。はい。よし、リフトを下ろせ。え、ハンジさん、もう無理だ。地図を。ここに小規模だが巨大樹の森がある。そこを目指すべきだ。まあ、鎧の巨人の足跡は隠しようがないと思うけど、多分彼らはここに向かいたいだろう。なぜだ。賭けだけど、巨人化の力があっても壁外じゃ他の巨人の脅威にさらされるようだし、あれだけ戦った後だから。エレンほどじゃなくてもえらく消耗してるんじゃないか。兄も寝込んでいたらしいよ。彼らの目的地はウォールマリアの向こう側だと仮定しようか。さらにその長大な距離を渡り、進む体力が残ってないものと仮定してみよう。どこか巨人の手の届かないところで。Hey, sense. Oh, Eren. Okita ka? Yoru made da. Yoru made ni kono mori ni tsukeba.That was episode 33, done and dusted. This is it for this episode. I hope to see you in the next episode. But as for now, until next time.